初めさせていただいてよろしいですか。はいはい、端末の方初回起動状態になっておりまして、はい、ゲーム設定からなんですけども、はい、日本語でよろしいですか。はい、日本語の方では指で試していただいて、はい、ありがとうございます。こちらがペンになっておりまして、はい、ペンでチェックボックスの方にチェックを入れていただいて、はい、でボタンを押してください。ありがとうございます。で何か文字お名前を、はい、好きなお名前をお書きになってください。どこでもいいですか。あ、どこでも大丈夫です。設定になっております、ね、こちらの白い丸がつまみになっておりまして、これですか。はい、こちらをこう、ああ、これ時計回りに回していただくとこう明るさが上がっていって、あ、そうですね、申し訳ないですが、で反対回りだと下がるとなっております、ね。はい、よしければネクストの方、はい、でこちらからチュートリアルの方始まりまして、はい、こちらに説明表示されますので、はいはい、そうですね、まずはペンで何かお書きになっていただいて、ありがとうございます、はい、消しゴムの説明なんですけど、はい、ペンのこちら側の下のボタンをこう押し込みながら書いていただくと、はい、消しゴムになります、はい、ありがとうございます。そうですね、検索機能のご紹介させていただきたいので、うん、一旦 A というふうにこちらにお書きいたしますアルファベットの大文字で、あ、ごめんなさい、はい、アルファベットの大文字で A というふうに書きいただいてます。どうですか。あ、そうですね、はい、ページのめくり方ご説明なんですけれども、はい、画面の上側のこの辺りから指を左側にスワイプさせていただいて、はい、ありがとうございます。これで右側に新しいノートが作成された状態になります。で、もう一度 A とお書きいただいてよろしいですか。で、指で丸していただいてよろしいですか。でこちらでその機能のメニューが立ち上がった状態になりますので、はい、ノートの先ほど書いていただいた A をちょっと検索してみたいので、はいはい、ノートというか、はい、ありがとうございます。ちょっと今分かりづらいんですけども、って、はい、A って A と書いていただいた文字がこう青く光っていて検索されて、他にも A と書かれたノートがありますが、このように一覧の画面3分そうですね、はい、3×3 で表示されています、はい。ちょっと今回ウェブの方はあの Wi-Fi がつながっておりませんので、ちょっとここでチュートリアルは一旦スキップさせていただいて、で私の方からあと何点か機能のご説明させていただきたいと思います。でもう一度こちらを指で丸く囲っていただきます、はい、ありがとうございます。で今度はリンクのボタンをタップしていただいてます、ありがとうございます。こちら側のサムネイル、はいはい、これで今そのウェブページの上のリンクが貼られた状態になりまして、はい、で A をもう一度タップしていただいてほしいです。このように、はい、まあ、リンクが貼られた先のページに飛んでいくと、これでその、まあ、ノートがそういう関連に結びついた状態になります。こちらがリンク機能になりますので、はい、もう一点そのカメラで撮影していただきたいというふうに思いまして、申し訳ありません、はい、最初にまずは指で丸を作っていただいてほしいです、はい、でちょっと手を触れない形でちょっとペンの方で、はい、中に CA にカメラというふうに書いていただいてほしいです。
そう、そう、もう一度お声がしてよろしいですか、はい、あ、いや、あ、来ました。これその、はい、まるで囲っていただいた形の、ね、はい、カメラが来ました、はい、こちら側のカメラになります、ね、うん、指でタブ中の方をタップしていただくと、それで撮影させていただきます。でその撮影された画像がノートにすぐに貼り込まれた状態になります、はい、こちらがカメラ撮影機。これ縦長なんですかね、カメラとしては。そうですね、はい、最大もう一回やっていいですか。あ、もう一回、はい、大丈夫です。こう申し訳ないです。上すぎですね、上の方は下の方から線を引いていただいてよろしいですか。はい、で、はい、もう一度考えます。はい、そうですね、最大はそうですね、こういうサイズですね。はい、わかりました。そうですね、こちらからの説明は以上になりますので、あの、まあ、ご自由に端末の方何か、ご質問等ありましたらこちらに説明させていただきます。これはあのサムネイルの画面を出せるんですか。はい、2本指でこのようにピンチインしていただくと、はい、サムネイルなんですね。 3×3 のようにできます。あ、申し訳ありません。なんか台帳とかいう、はい、そうですね、長押し、ノート画面の方で、ね、ノート画面長押しして、長押しして、そうですね、こちらが CM 台帳になります。これ持っていくときはどうですか。そうですね、アップしていただくと、そして、そうですね、はい、元のページに貼られる。元のページに貼られる。これは色変える感じなんですか。そうですね、まあ、今はもうすでに白なので、そうですね、違うですよね。そうですね、じゃあこうやって、でこれをタップすると、例えば変わっている。そうですね、普通の一致じゃない、はい、そのスタイラスペンって言われてるのではなくて、デジタルサーブライズではなくて、これ、スタッフのコンプリンじゃなくてですね、指でタップしていいですか。申し訳ありません。ごめんなさい、もしかすると、選択されてます。そうですね、タップするとその、あのアニメーションが表示されるんですけれども、ちょっと今、ここは選択されてます。もう一回選択すればいいですね。ちょっと場所が悪い、あのページめくるので反応してしまったので、それでこの辺りタップしていただくと、このようにアニメーションが表示されて、そういうことです。これでおそらく白になりました。最初に書いてあったので、そうですね、はい、認識できたんですけど、ありがとうございます。これ暗号のやつですよね。あ、そうですね、はい、これ、あ、そっか、あ、もう実行しちゃったのか、ごめんなさい。あ、そうですね、今実行されました。あ、パスワードがいるんですね。これは設定され、あれ新規の設定。あ、そうですね、はい、危ない、これちょっと怖いです。大丈夫ですか。T の23だったかな。そうですね、上から23、はい、あれ、あ、なんか違う T の文字だったかもしれないですけど、ごめんなさい、ちょっと、いや、いいです、ね、申し訳ないです。そうですね、そのパスワードが今、はい、もう分かんないから、ちょっとですね、認識されれば元に戻る、はい、重いんですか。そうですね、少しそのページめくるときに今動作が重なってしまったので、一瞬、そうですね、暗号とか、はい、でな、ブライトにする、あの、そうですね、丸を書いてブライトにすると書いていただければ大丈夫だと思います。そうですね、はい、これでこれが、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。
オートが自動。そうですね、自動。うん、完了はどうするんですか。戻る場合は3本指でスワイプしていただくと、はい、閉じていただくと。こう、あの、なんだっけ、バッテリーの。そうですね、バッテリーも、そうですね、英語で。大丈夫でした。あ、こうなるんだ。同じような3本指。あ、そういうことだ。はい、じゃあ、ボリュームでしたっけ。はい。ボリューム。あ、なんか音鳴るものって今ある、あります。ちょっと。あ、これするんだ。はい、設定の時に。またこう。そうですね。あ、そうですね。はい。コマンドにないものを入れた時とかってどうなるんですか。わ、そうですね、認識しないので、さっきみたいにずっと待ち、ね、はい、になる、ま、そうですね。だいたいその時間の、あ、分かりました。